エネリベラは、プエルトリコジチ連邦区、バヤモン出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。愛称は満潮。2001年の MLB ドラフト2巡目で、シアトルマリナーズから指名され、6月14日に入団。2004年9月22日に、メジャー初昇格を果たし、同日のアナハイムエンゼルス戦で、メジャーデビュー。 代打として出場したが、無安打に終わった。2007年オフの10月29日に FA となった。2007年11月29日にロサンゼルスドジャースと契約した。2008年はメジャーでのプレイはなく、オフの11月3日に FA となった。2008年11月20日にニューヨークメッツと契約した。2009年もメジャーでのプレイはなく、オフの11月9日に、 FA となった。2010年は5月まで独立リーグであるアトランティックリーグのカムデン・リバー・シャークスに所属した。2010年5月21日にニューヨーク・ヤンキースと契約した。オフの11月6日に FA となった。2010年12月23日にミネソタ・ツインズとマイナー契約を結んだ。2011年5月5日にツインズとメジャー契約で合意。 10月14日に FA となったが、12月13日にツインズとマイナー契約で再契約した。2012年はメジャーでのプレイはなく、オフの11月3日に FA となった。2012年12月12日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結んだ。2013年7月7日、ヤズマニ・グランダルが、右膝の故障のため故障者リスト入りしたことに伴い、 メジャー昇格した。2014年3月3日にパドレスと1年契約に合意した。シーズンでは、それまでパドレスの正捕資格だったニック・ハンドリーの遺跡やグランダルが一塁に入るときはマスクをかぶり、出場機会が大幅に増えた。打撃面では、長打力を発揮したため、クリーンアップで起用される機会もあり、11本塁打を放った。守備面では、 グランダルと対照的に素晴らしい守備を発揮し、守備防御点プラス10、レンジファクター9.15、盗塁阻止33個で、盗塁阻止率36%だった。2014年12月19日に、ウィル・マイヤーズ、ライアン・ハニガン、ホセ・カスティーヨ、ヘラルド・レイエスとのトレードで、バーチ・スミス、ジェイク・バウアーズと共にタンパベレーズへ移籍した。2015年は、 他の保守との併用ながら前年を更新する自己最多の110試合に出場した。打撃面では大不振であり、打率178オプス0.489前年から半減以下の5本塁打という内容に終わった。また、守備面でも制裁を書き、107試合で保守としてマスクをかぶり、守としてアメリカンリーグワーストの11失策。 前年にプラス10だった DRS もマイナス5まで低下した2016年3月30日に FA となった2016年4月5日にメッツとマイナー契約を結び26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたこの年は65試合に出場して打率222、6本類打、26打点を記録したオフの11月3日に FA となったが、12月3日にメッツと1年175万ドルで再契約を交わした。2017年は、シーズン開幕前の2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し、2大会連続で準優勝となった。2017年8月19日にシカゴカブスからの、 要請で、ウェーバー工事を経て移籍した。オフの11月2日に、FA となった。2018年1月9日にロサンゼルス・エンゼルスと1年契約を結んだ。2018年8月29日に、ウェーバー工事を経て、アトランタ・ブレーブスへ移籍した。オフの10月29日に、FA となった。2019年2月8日にサンフランシスコ・ジャイアンツと、 マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月23日に FA となった。3月27日にメッツとマイナー契約を結んだ。同年は開幕を参加のトリプル a 級シラキュースメッツで迎えた。8月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月31日に FA となった。 2020年1月20日にメッツと再びマイナー契約を結んだ。7月19日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの10月28日に FA となった。2021年4月14日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。5月5日にメジャー契約を結んでアクティブ・ロースター入りした。7月3日にディーフとなり。 8日に自由契約となった。2021年7月16日にワシントンナショナルズとメジャー契約を結んだ。8月14日に自由契約となった。ありがとうございます。